はい、第108回ビッグマジックライブでございます。はい、108といえば煩悩の数ですね。よくわかってるやんか。まあ、ジャーの鐘のつく数でもありますよね。だからそういうことですよね。はい、はい、君の晴らしたい煩悩なんでしょう。マジックとか、まあ、今の生活においてでもいいですよ。食欲ですかね。いや、晴らした方がいいよね。はい、はい、というわけで BMO では何も差し入れしないでください。よろしくお願いします。はい、危ないからね。まああのまあステージイベントで僕全勝すれば全部もらえるんで。ああ、あったね、なんかいろいろ食べる、まあ、食わせないん、食わせない、まあ食わせないですよ。はい、じゃあ最初のコーナー行ってみましょう。はい、はい、リプレイ。いや、お待たせしましたって感じですよね。やっときましたね、うん、マジックオリジン発売されたので、はい、やっとオリジンのカードをね使ってデッキで、ここまでねスタンダード全然できなかったよね。そうですね、1ヶ月以上なかなかやっぱり入れ替わり時期だったんで、うん、ね、で、まあ、いきなりニックスの制限が見えましたね。はい、僕の方は新しいカードを使った早速新デッキ白黒ニックス制限、はい、まあエンチャントビートみたいな感じかな。はい、僕は新カードまで出てないですけど、まあゴベリスクと、うん、ゴベリスクってね、うまいことこう響きがね、はい、噛んだ感じやけども。まあ、ゴブリンを並べてウルドのオベリスクでドカンみたいな感じやね。そうですね、はい、うん、まあまあウルドのオベリスクかなりなんか今人気ありますよね。そうやね、まあもともと結構ファン向けのカードっていうふうに捉えられてて、あんまりみんなが揃えてなかったっていうところがポイントかな。そうですね、確かに、うん、はい、これからやっぱりね、もう診断出たら最初に全部のカード4枚揃えるっていう、うん、あの昔某格闘家がやってたような買い方が正しい気がするよね。確かに確かに、うん、これって何か構えてるんですかね今状況ですか。はい、なんか別に構えてないですけど、装備こいつにするかなみたいなところがあって、うん、他のやつにする可能性もあるから、別にまあ、まあ、つけてもつけんでも一緒かなみたいな、てか、なんか構えてるんですかねって思ってくれたらいいかなみたいな。確かにちょっと単純病とりあえず打たれそうだなと思いながら、嫌やなと思ってくれたらいいかなみたいな ね。でも軍属選びとラブルあったのに、先ラブル打たれたらいいやぐらいで、うん、まあ、僕の方はこの木津川の方で、うん、はい、もうあのヘルム神々の兜の方をかぶって殴っていくとブロックできへんからね。はいはいはい、本音で言うとブロッカーとして立たしたいところはあるけど、はいはいはい、こいつがブロックに参加できないから。確かにそうです。さあウルトのオベリスク出たと、うん、だからそんなことは知らんこいつは。これ多分クリーチャーやっぱりクリーチャーエンチャントとかも多い感じですか。そうそう、クリーチャーエンチャントとどっさりって感じでね。メインボードはほんまに軽いところもいっぱい入ってるから、はい、どっちかって言ったらビート寄りって感じかな。なるほど。ただまあビート寄りっつってもね、あこの契約出すことは出すよ、うん、どうせ負けるから、うん、あの見せて負けたいみたいな。こんなね、もう無理よ。そうですね、こっちかなりブンブンだったんで、うん、そうやね、はい、うん、ウルドのブリスクやっぱ消臭が強いね。そうですね、うん、じゃあ次行きましょう。はい、はい、今週僕が使ってるデッキです。まあ、白黒エンチャントビートなんですけども、まあ、このデッキ作るに至ったのが、まあ、やっぱりこのせっかくねうちでレビューしたカードだったんで、あのヘルム・オブ・コッツ、神々の兜を使いたかったっていうので、その、まあ、プレビュー記事で書いた時に、あの白黒のエンチャントクリーチャー結構おるんで、その辺と絡ましたら強いんじゃないかなっていう話をして、でその後にこれらのカードを知ったんですよね。悪魔の契約とニクスの制限っていう今回の新割合2万円が発表されて、シンワレアは結構エンチャントが多いというのもね、なかなかこのオリジンの特徴かなというふうに思ってるんですけども、この2枚もね、デッキと噛んでるかどうかわからないけども、面白いカードなら使ってみようと。ニクスの制限なんですけども、結構、重たいエンチャントをガッと釣って、アドバンテージ取っていくみたいな構築が多いのかなというふうに思ってたんですけども、まあ、そのホルジモンとかを特に入れずに、なんとなく、こういう、まあ、クリーチャーを展開していくデッキの息切れ防止として最後にこうパンと張って、なんかこう、展開を長いこと続けられることができたら強いのかなとか思って採用してみたんですけれども、ちょっとねまだまだ分かりません。悪魔の契約の方も今回の、赤タンのゴベリスクに対してはそこまでやっぱりね機能するカードじゃないので、まあ、4点ダメージ4点ゲインをうまいこと、自分自身に当てつつニクスの制限でクリーチャー化して落ちて回収落ちて回収みたいなモードがこう機能しだすと戦えるのかなという感じがします。まあ、言うてもやっぱここにこうついてトントントンと展開すればそれだけで十分な打撃力があるので、神々の兜は使い勝手があるカードかなというふうに思っております。でもサイド後にね、このドゥームウェイクジャイアント
この辺を出して戦ってると、やっぱデッキとして強い感じがしたので、星座デッキとしての方向性を極めていった方が、もしかしたらニクスの制限デッキは強いのかもしれないというふうに感じました。今回のこのチャレンジは収穫があったなと思ってます。はい、2本目。さっきのマッチのほんまウルドも強かったし、はい。赤がなんか消臭の色みたいになってるよ、ちょっと。ああ、確かにそうで駆りす立てるね。炎というさ、うん、消確臭かのに第一カラーみたいな感じに。確かに。まあ、並べる赤の戦略と合ってますよね。今がね、ほんとトークを並べるっていはい。う部分で押してるからね、そうでこのす色が。ね。君の方はオリジンのランドだよね、これ。確かにそうっす。新しいランド統一しようみたいな。言われるまで気づかなかったです。なんで？いや君、人にデッキ用意してもらってるから、いつも。お、ゴーグル入ってるやん。ちょっと使ってみようかなと思って。僕のデッキはちょっとゆったりやったら、アはい、ドバンテージ取るカード入れようかみたいそうな。ですね。なるほど。いっぱい並べればなんか勝つんじゃないかなと思ったんですけど。まあ、それは、まあ、言いたいことはわかる。致命的に5マナ重いんですけど。重いけどね 結構いい感じのデッキとかも作られてるんでしょ、今。なんか、SCG の、フィーチャー見ると、1戦目がいきなりティムール、ゴーグルコントロールみたいな。いやもうね、はい、意味不明。お、でもティ新ムールカード。ゴーグルコントロールっていい響きやね。さあ、新カード、パイルドライバー出たね。はい。みんな大好きな群衆多い。まあ、こまあ、いつがやっぱり2マナ以内にスコーンと入ったから、そうグでリすスクね。ね。で、あいつが、ちゃんと、ウルドのロベスが出てる状態だと、タフネス4になって、いろんな除去をかわせるんですよね。そうやね。マイ全ナス体、3とかも食らわへんし。そうなんですよ。全体除去をかなりかわせるようになるんで、そこは大きいなっていう感じは。まあ、ランギッシュぐらいやね。水滅は仕方がない。そうですもうそれはね。しゃあない。僕の方はもうデッキ構成資料数でほぼエンチャントなんで、神々の兜以外全部エンチャントですよ。あ、なるほど、なるほど。エンチャント投下していって、ここでも勝ったと思ったんですよね。リュウジ？はい。展開力ね、落ち着き気味やけど、やっぱ落ち着いてるなりのね、このゴブリンの持ち味というかね。誰を立たせて誰を寝かすか迷ってるけども、とりあえずまあオベリスク出して、でトークンが生まれて鋳造所通りで殴ると、で5三なんで、まあ羊も超えれるなっていう。まあ勝ったと思うよな。はい。逆の立場でも勝ったと思ってるわ絶対。ターン返ってきたら勝ちでしょこれみたいなね。いや、しんどいよ、こっちもしんどいけど、まあエンチャントデッキを飲めるなっていうところがちょっとありますよ。そうなんで、まあそう、ウルド消されちゃうんですよね。まずはウルドをね、はい、消しておこう。ただハンドに灼熱の血が2枚あるんですよ僕。なるほど。はい。で、まあそれでも削り切れるだろうっていう感じだったんですけど、足りるんちゃうのみたいなね。はい。それに確かにね、灼熱の血ここで、さあ攻撃宣言してからの2枚抜きでね。はい。さすがに無理やろみたいな。そうなんですよね。いけるやろうみたいな果敢な攻めですけど、はい、パイルドライバーがおらんから、最初に殺しといてよかったよ。そうなんですね。そこであれが1枚あると全然違ったんですけど、ここでラブルマスターをジャンプして、どうなるかなみたいな。こいつがいたなと。ドゥームウェイクがねいたから、軽いところをなんとかさばけて。そうなんですよね。それでもライフきついから、ここでね、威迫が強いんよ。そこなんですよね。栄光追いがね、これタフネスも2あるから1枚じゃ落ちないし、威迫で抜けれる、マストアタックなんで、そことここが抜いて、まあ、ラブルはいかんよねみたいなところやね。で、ここで多分気づいた方もいると思うんですけど、はい、土地が4で止まってゴーグル使えないんですよ。そうやね、手札でね。視聴者の方はもう落ち着きと申しますけれども、はい、ゴーグルはしかも出たところでって感じもあるしね。そうですね。さあ、これ気持ちいいね。これいかれましたね。これはいかれたね。はい。そう、ただまだライフはまだ、あ、ゴーグル出たやん。出ましたけど、さあダブル星座でマイナス2周戦与えて、はい、さあ耐えに耐えて一歩ですよ、CDC の。これ完全にまくられましたね。これは気持ちよかった。はい、8点ゲームで、ハンドにドラゴンネサと軍属わらべがいるんですけど、完全に使えになったって、もうどうしようもないよね。はい、では投了と。はい、これは気持ちよかったです。そうですね、うまいこと噛み合ってなんとかっていうところで、じゃあ3本目いきましょう。はい。今回僕が使ってるのがこの
ゴブリン、赤単ゴブリンのオベリスク使ったデッキのゴベリスクですね、通称。新しいカードとしては、このゴブリンの栄光位と、再録されたゴブリンの群衆位が入ってるんですけど、あと、これもですね、領事の地蔵帳ですね。まあ、基本的な動きは、前からあった、オベリスクを使った、まあ、昔は兵士デッキとか結構あったんですけど、今回、このゴブリンにフィーチャーを、フィーチャーして、組んだデッキですね。結局、トークン系のデッキと、カードと、熟練先導者っていう、アドバンテージを取りやすいカードと、ウルドのオベリスクがすごく相性がいいので、まあ、そこら辺で押し切ってしまおうっていうデッキですね。まあ、水滅が流行ったりはしてるんですけど、それにも負けない展開力で、まあ、押し切れるデッキなんじゃないかなと思っております。はい、3本目。これ、領事の鋳造所は、別にシナジーとか特に何もないんでしょ？ないです。もう純粋にミシュラランド的な扱いやんね。息切れの時に。おそらくそうです。はい、まあ、出たコピー坊やのね、コピー坊やたらゆえんですよ。環境初期はもうコピーが板です。なるほど。はい。敵わかんないんで。なるほどね。まあ、大体その今の環境に敵を作る人って、そのプロツアー行く組になるんですよね。まあ確かにそうやね、はい、うん。その人たちが真剣にいろいろ作ってるんだったら、僕らは乗るのが正しいみたいな。まあ正しいかわかんないですけど、まあ僕はまあとりあえずそれでいいかなっていう。そっから自分に合うようにチューンアップしていけばいいかなみたいなね。君のよくやってる手法やね、確かに。はい、うん。まあ確かにね、うん、コピーが全て悪いわけじゃないし、オリジナルが全ていいわけでもない、うん、そうです、うん、まあ、とにかくそのね、何、うん、やろうね、一種の哲学じゃないけども、うん、こうちゃんとした何やろうな、信念を持ってデッキを作ることが大事だな、うん、確かに、うん、同じコピーでも何も考えずにコピーするとデッキの正しい動きが分からずにね、うん、宝の持ち腐れになることもあるし、はい、オリジナルにこだわりすぎてもしゃあない時もあるからね、うん、さあ、そう言ってる間に、なんとかね、全体にプライチの凱旋、はい、の間は、うん、除去したけども、うん、ラブルマスターが残るというね、やっぱり万能除去ですね、不織の光、まあ、万能やけど、うん、まあ、釣られた感はあったかな、凱旋、うん、の間を我慢しなあかんかったんかなみたいなところあるけども、どっち消さすかをちょっと迷ったんですよ、僕、難しいところで、ね、多分1枚あるだろうなと思って、まあ、1枚は、うん、1つのキープ基準になってるからね、うん、やっぱり除去っていうのは、うん、でここで、あ、どっちがと強かったかなっていう、まあ、ラブルっていう形で継戦としてね、うん、能力使っていく方がよくよく考えると、でもあった凱旋の間残った方が強かったなっていうのはちょっと思ったんですけど、まあそうやね、今この状況やと、うん、まあ、ラブルもこうやって死んだから結果的にはそうかもしれんけど、うん、難しいね、確かに凱旋の間ラブルを、うん、ね、不織の光釣って凱旋の間張ったら、うん、その後に出てくる、うん、そのここで例えば5マナに到達して出てきたとするやんか、うん、あいつが、はい、そうそう、デモエクジャイアントとかね、 それがあったんで、ちょっと、うん、あった方がよかったかなっていうのは、あともう結構トークンカードが重なってきたっていうのは、うん、結果的にですけど、そうよね、こっからデモエクジャイアントバーンってできたら、うん、もう盤は壊滅してたもんね、そうなんですよね、確かに、うん、残念ながらないんですよね、こっから軍属あるばっか引いてくるんですよね、うん、なんやったらゴーグル引きたいね、ここまで来たらもうそうですね6もいいやもんな、うん、さあ、ニクソン制限が初めて誘発して、うん、まあなんかもうここは破滅環境出されなかったら、まあ、押し切れるだろうみたいな感じなんですけど、うん、ジャイアント出したいよ、そら僕もジャイアントと思ってドローしてるんだけども、うん、まあ、本当に引くか引かれないかの勝負になってますよね、もう、うん、お互いなんかバンジャー尽くした感はあるよ、そうですね、うん、もう悪魔の契約出して、もう44のクリーチャーになってるんですよ、うん、これでニクソン制限以外のエンチャントが全員自分のモノコスト分のパワータフネスのクリーチャーに変化してますと、はい、だからこの払拭の光もブロックに参加できるんだよとね、はい、でも補填を通して、うん、こっちもね攻めに転じたいねんけどもね、うん、鋳造所があるからね、チャンブロもされるし、はい、しんどいなとか思って、しかもまた軍属バラベやから、そうそう、これで息切れしないっていうのが、うん、なかなかあったんで、さあここはデモニックパクト、はい、自分に4点ダメージ与えて、はい、4点回復でさせてもらおうと、1点食らって、うん、まあ、結構限界ですよね、限界やね、はい、他に釣ってくるエンチャント落ちてたらまた話変わってるけども、なかなか落ちてもなかったので、どっかでね、造幣庫が実はチャンプブロックに回っててもよかったのかなと結果では思わなくもないけどね、この長く考えてたので、まあ破滅関係はないなとは思ってた、そう、破滅関係はバーン秒やからね、勝ちって言って叩きつけた
そう、しんどいねんけども、ただもうマナの使い道がないから、ニクスの制限を出して、ニクスの制限両方ともクリーチャー化するしかないかなっていうところで、もうちょっとね、エンチャントがあったら、はい、兜が2枚あってハンドに、兜で一撃必殺を狙いたかってんけども、まだこの状況だと11点しか入らないっていう、あと1枚エンチャント何か出てきてクリーチャー化してブロック回ってくるカードが軽いカードであったらその攻めもあったけど、できずじまいと。ここをなんとか耐えて次のターンから攻めに転じようかなみたいなね、次エンチャント帰ってきますって原因しますしね、でまあっていうところなんで、まあただトップ下このかき立てる方の方が強かったってところね。これ引いてなかったら結構もうまくられた感じがありますね。まくられた可能性はあるね、デモニックパクト戻して、そうですね、で1点減して、でそこからドローして、で次のターン4点当てて落としてって、いろいろやってったら、もしかしたらそこがあったらいい勝負ではあった、そうですね、はい、結構紙一重の感じ、そうやね、まあ1本目はまあもうメインは結構きついから分かってたから、まあボコられた感じだけど、2本目3本目はなかなか試合として噛み合ったかなという感じだったんですけど、確かに、まあゴベリスクこれね、無視できませんよこの秋タイプ、確かに、SCG では頑張ってなかったけどね、全くやったけど、ただ関係って戦2つ残ったんですよ、そうやね、トップ8に2つデッキが残って、しかも優勝でしょ、そうですね、あんちゃんさすがやなという感じだけども、さあ BMO でね、このデッキが台風の目玉になるかどうか楽しみなところで、今週のリプレイはここまでとしましょう。ビッグマジックオープンがもうね、今週末なんですよ。週末です。信じられますか？いやー、来年の間違いじゃないですか。ちょっとね、これはあながち嘘の感覚じゃない。最初に7月25、26と決まった時、もうえらい先やん。そうなんですよね。いつやねんとか思ってたけど、もう。いや、来ちゃった。はい、まあ、1年前は特に MO 生活なんかしてるとも思ってなかった、ね。それはもういいですよ。はい、そんなんはいいけども、来ました、本当に。いや、本当にそうですね。夏到来って感じのタイミングでね、いい感じのところで来たね。初の関西と。初の関西ですね。はい、ビッグマジックオープン、関西、神戸で初めてやらせていただきますけども、ちょっとじゃあイベントをぐるっと振り返ってみたいねんけども、まあ、イベントの内容の方、じゃあ、画面のこの辺とかに、ね、出てると思うので、いつも反対かもしれない、こっちから、はい、まあ、どっちかに出てると思うので、話し続けますけれども、まあ、とりあえずね、いつも通り、メインイベントがあります、本戦、ビッグマジックオープントーナメント、スタンダードとレガシー、25日がスタンダード、26日がレガシーという構成ですけれども、じゃあ、まずレガシーの方からちょっと見てみますか、レガシー、メタゲームは特に、動いてないですね。ないです。はい。大体そんなもんです。はい。はい、ご存知の通りと。大体ね、エルフ使ってれば勝てるんですよ。まあまあ、雑なこと言ったけども。まあでも、もしかしたら、ニクスの制限とかね、リプレイで使ってた、確かに、エンチャントレスに入ったりするかもしれないんで。そうやね。まあそういうところの、なんか、使ったデッキを、ちょっと注目したいなとは思ってますね。確かにね。はい、まあでもね、トップ8のエルフ率が異常やからね、確かに今のところ、安定しますね、今のところ3回やって3回ともエルフおるし、確かに優勝2回エルフやからね、はい、そう考えると、やっぱりデッキパワー高いんかなみたいなね、でまあ、ショアンテル系が絶対来るでしょう、あ、いますね、トップ8にまあ2人か3人はいるんじゃないですか、多くて、で奇跡も2人はいるでしょう、はい、でエルフ、あと何かな、バーンが来ればいいなと。やっぱ個人的に思うの、やっぱり言うて京都使ってなくて、なんでここも使ってねえんだよ、そう、君バーン道場とかいう記事まで書いてたのに使ってないというね、はい、まあまあまあ確かに、まあバラエティ豊かなデッキがね、買ってくれるのが一番いいねんけども、まあそうですね、なかなかレガシーは難しい、うん、ブレインストームとポンダが強すぎるっていうのもあって、やっぱりそれを使う奇跡とコンボがやっぱ強いんかなみたいなのもあるけども、はい、まあ何か面白い、まあそうですね、で劇的な逆転とかをちょっと期待して、はいはいはい、そちらの方もね、ライブカバレージの方でお届けするので、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。はい、はい、じゃあ、スタンダードですけども、はい、さっき回したやっぱゴベリスクは結構、はい、いい位置に来そう、そうですね、トップ8どんなで来そう、予想しようよ、じゃ あ、まあ新人系、何色新人、緑新人、はい、SCG でも買ってたもんね、買ってましたね、あれは結局やっぱガイアズリベンジが入ったことがでかいの、まあそれも大きいと思いますけど、水滅が多分思ったよりなかったのか、水滅が効かなかったのか、どっちかちょっと分かんないですけど、効かんのめちゃめちゃ効きそうだけどな、ポルクラウンスは強いなっていう感じ、ポルクラがガーンって耐えて、うっ、多分あんまり使われなかったんだじゃないかなと思いますけど、なるほど、マルドゥドラゴンも残ってたじゃないですか、おお、確かに、あれも水滅きついデッキなんで、一発でパンとワンもんね、そうです、確かに確かに、はい、ということは、SCG の結果はそこまで気にしなくても多分そうですね、いいのか、うん、で日本水滅多そうじゃない、多そうっす、青黒好きだって日本圧倒的に多いでしょ多分、
他国と比べてもおそらくコントロールの国やからね、うん、でまあそれがまあただなんか結局その水滅1枚をね意識しすぎててもまあ確かにねゲームにならへん、だから分回って3ターン目に当たるかとか出してしまえばほんまにゴリゴリに回って、そう4マナの全体軸がある時にアグロが勝てなかったのかというとそういうわけでもないんだ、そうだね確かに、はい、今日なんか冷静にちょっと普通のこと言うな大体そうと言ってますよ、いやおかしいよ今日なんか食べた変なもん、いや何も逆にしなじったやろ体内で大丈夫ですもう確かにラスボが普通にあった時代に、はい、早い出来買ってたからね、そうです、うん、なるほどなるほど、はい、まあもう分回って勝てるデッキを使えばいいってことですか、水滅があろうが、まあ、結局好きなデッキで出るのが一番だと思いますけど、まあ、だから一つのカードに怯えすぎるのも良くないなっていうところですかね、はい、まあまあだから緑団新人系が1個、はい、はい、ほんでじゃあ青黒系、青黒コントロール系がやっぱ悩まないでくると、はい、そうですと、はい、赤系、まあ、赤黒リスクみたいなね、はい、はい、そんなところ、そうですね、マルドゥとか来たら面白いんですけどね、でさアドバンテージ取れないデッキなんですよね、あれ、うん、なんかゴーグルマルドゥとかもよう言われるやんか、うん、ゴーグルからチャーム打ちたいとかさ、はい、クラクリングでも打ちたいとか、どうなんですか、それは打ちたいですけど、それが強いかどうかは使ってないので、なんとも言えないです5枚のカード置いてからそれを打ったら強いのかどうかは、ちょっと分からん部分もあるよね、まあ、そうなんです、ただ取れないアドバンテージをそこで補えるっちゃ補えるんで、うん、確かに、まあ、まあまあまあっていう。ゴーグルからのコラガンコマンドとか夢あるもんな、そうそうそう、めちゃくちゃアドバンテージ稼ぎそうやけど強いかどうかは分からん、分かんないっす、なるほどね、はい、まあ、そんな感じで、なるほど、会場で一番面白いのはデッキ赤系じゃないですかね、やっぱり赤、はい、まあ、いやそれかまあアブザン、まあ、結局アブザン丸いんで、前の環境でサナダしかやってた人はアブザンが残ってるから、はい、そのまま来そうな感じするよね、それは全然やりますね、ニッサだけ勝ってみたいな、はい、ニッサと水滅だけそこ埋めて、そうですね、アブザンコントロールとかメガモーフとかはそのまま来そうな感じかな、うん、全然、はい、なるほど、君が出ないと何使う、マルドゥですかね、マルドゥ持ってるんでそれなのよ、まあ資産無限にあります、はい、赤タン結構まあ強そうなんで、うん、まあ、まあまあそこら辺出てようかなっていう感じですね、まあ、BMO 過去の伝統でもね赤系のデッキは結構買ってたりするので、はい、絶対赤タントップ8入ってたりとかするからね、まあ、今回もそういうのを期待しながら、はい、黒谷さんとやっぱりね僕の実況でお届けするので、はい、それに関してはどう思ってます、いつも、いやまあいつも通りなんかすごい安定したその話でいいかなとちょっと眠いやろ、大丈夫ですちょっと寝てるやん、お前ちょっとな、多分分かったわ、寝不足で怖い、この人いつも寝不足来たら何寝てんねんお前って思ったけど君寝不足来たらちゃんと喋るわ、分かったな、これは108回目にして分かった、あの眠いという煩悩を抱いてきました常に分かりましたよ、まあ、それはいいとして、はい、まあ、僕と黒田さんがやっぱりね前は、はい、あの完璧生放送スタイルだったんですよ、ニコ生で、うん、はい、コメントガンガン拾って、ね、黒田さんがしょうもない昔の漫画とかをね、はい、紹介とか、はいはい、あの市川君との初代マザーフェイス対決とかをね、うん、やって盛り上がったので、やってましたね、はい、またああいうね伝統が生まれてほしいなというふうに思ってます、はい、そういえばあれ結構来たの、あのこの間生放送でさ、黒田さんと僕に喋ってほしいお題を募集しますみたいな、あれ10通でした、10通リアルな数字をね、はい、選ばれし10人のネタを、はい、じゃあ2日間に使います、リアルなこと言うな、いやもう一応ちゃんとしたかと言った方がいいかちなみに僕の1回の視聴者プレゼントは79通来ました、おお、ドヤ顔するね、まあ、時間帯もそうありますけど、ね、まあ、時間帯によるよ確かにね、はい、はい、君の方がファンが多いってことですね、こう岩下さん最近よくそう言いますけどね、これねハマってるんですよ僕これ言うのことあるごとになんか僕のがファンが多いっていう話を、倍ぐらいおるもん、いませんからそんなに、フォロワーだってフォロワー8万人おるんやったっけ、フォロワーはいや800人です、800人、いやそんなにないです800人です、持ったら持ったら盛るね、フォロワー何だかな、多分600、700なんですけど600くらいです、すごいやん、僕の倍おるよそれ岩下さんのアカウント知らない人いるでしょ、まあそうは分からないです、あ700でした、700、ドヤ顔されたよまあまあそれはええわ、はい、まあこんな感じで BMO あのサイドイベントもねいっぱいあるんですよ、はい、でね今回初の試みかな、はい、ティーチングキャラバンを、ね、あ、はい、導入してマジック本当に初めてっていう方でも、はい、その神戸の会場に来ていただければ手取り足取りスタッフの方が教えてくれて、うん、マジックを学べると、はい、なんだったらその会場でそのね8人ドラフトとか、うん、ドラフトはいきなりきついか、はいはい、いやまあ全然楽しいと思う、チャレンジした方がいいよね、はい、うん、きついとかじゃチャレンジしたらいい、はい、いいんですよ、
まあ、そうやって遊んでいただけるように、はい、そういうブースも用意してるので、なるほど、ぜひぜひ皆さん来て、もうマジックを知らない方でも、はい、この放送で言ってもあまり意味があるのかわからないけども、はい、知らなくても来れる、はい、知ってるってなったら余計楽しめる、はい、ね、仲間がいっぱい増える、うん、いいイベントを作っていきたいなと思っております。いや本当に、ね、みんな頑張っていくんで、ぜひ会場に、ね、来ていただければと。はい、今回の目玉は何ですか、流事的に。まあ、僕のステージイベントですかね。まあ、出たね、はい、食わせないんと帰らせないよ、はい、名前どっちがきついの？まあ、飯食えないのはまあまあきついですよね、うん、ただ帰る手段が徒歩以下になると相当きついですよね。一応ね、ビッグマジック難波店までその神戸の会場からたどり着くっていうのが目標やからね、はい、そうですね、まあ、徒歩になるとね、ただまあ全焼しちゃうとヘリはヘリで、なんかヘリポートどこにあんだよっていうのはちょっと思ってますけど。いやだから前も生放送言ってたけど、あと生はしご方式ですよ。それはそれしんどいっすよ。あのフックここにカチンってつけて落ちへんようにしながらツッツッと降りて多分ね、パトカーとか来るよ、何事かって。職質されるのはしゃあないと思うけども、まあまあそうやね、全焼逆にじゃあするなよ。いやいやいや、いやでも基本的にね、してしまったら残念ながら経費使ってくださいっていう感じで。出たね、はい、まあ、カメラでね配信する予定だから。あ、そうですね、カエル様を、はい、だから下手したらリュウジがもうリムジンでこうやって美女をはべらして生きてるミラーボールグララーって生きてる生放送の可能性は大いにある、はい。まあ、申し訳ないですけど、まあ、そういう感じでいこうかなと思ってます、はい、勝敗数にね、彼らの勝敗数に応じて変える手段がね、ランクダウンしていくんですよね、アップじゃなくて、うん、負ければ負けるほど下がっていく、はい、最後は匍匐前進、みんなで、まあ、その徒歩以下をさせることを目指して頑張ろうという企画なんで、はい、それが26日の日曜日やけども、そうです、ね、前夜の25日の夜はまだ帰らないから、はい、そうですね、晩ご飯をそこにポンと置いて、はいはい、みんなから おかずを奪っていってもらうと。そうです、そういう企画をやってるので、まあ、奪わせないですけどね。なるほどね、はい、全部いただくと。そうです。何が楽しみ？中華街のオードブルなんですけども、うん、エビ天ですかね。やっぱエビ天、中華のエビ天ってなんであんなうまいやろうな。美味しいっすね。エビ系めっちゃうまいですよね。プリップリしてるからね、はい、あれはエビは多分彼ら扱わせたら世界で一番やと思うよ。そうです。あとチャーハンとか欲しいですね。あ、チャーハンね、はい、なるほど。白飯もあるんですけども、白飯もチャーハンも、そうそう、品汁からね。あれ不思議なもんで、デブトークやめません。はい、はい、まあそんな感じで、神戸という土地柄も生かしたことをいろいろやっていきますので、はい、ぜひ会場に来て遊んでください、はい。今回の、プレイマットの方は、ジョン・エーボン氏書き下ろしシリーズ、武田城、そうですね、第4弾武田城、あれめっちゃ好きなんですけど僕。そうですか、はい、あれロケーション選んだも僕で、あれですよ、相談とかもしたのよ、メールカチャチって言って、はい、武田、何やねん感動、もう何いや僕も武田城いいっすねってみたいな話したんで、なんかそれちょっと拾ってくれたんかなと思ったんですけど、いやそんなことはないですね。そうでしたか。もう上層部と喋ってて、武田城とかどうすかって、それで行こうみたいな。え、剣をやってたのそんなん。いや僕多分岩城さんに。嘘、ほんまに。マジっすマジっす。記憶にないわ。じゃあ僕の気のせいです。気のせいですね。はい、はい、でカチカチって言って、はい、ね、日本のマチュピチュですみたいな感じで、でもともと侍が住んでてんけども、うん、まあ、城も結構ねストーリーがあってね、まあ、はい、面白いんですよね。なんかマジックのね、さ、背景ストーリーみたいな感じで、いろいろあった末に、ちょっとまあ言うたら、その未練がある侍がまだおそらくそこにいるんじゃないかみたいな話になって、で、まあそのエイボンさんもね、その、はい、まあその城の話を聞いて、おそらくそういう侍がそこにまだいるだろうってことで、あの背景の兜をね、はいはい、うっすらと書いてくれてんけども、いやなんか季節がちょうど合ってたら、なんか朝にその武田城 BMO の通用室に行きたいなとか思ってたんですけど、距離的に行けないこともないからね。そうなんですね、なんとか、はい、ちょっとおもろいやんなそれでしょ。レプレマとかで書かれて写真撮るの。それちょっとおもろいな。ちょっとおもろいでしょ。それちょっと目指したい気持ちもあるけども、うん、え、なんか当日の朝一とか無理やな。ちょっと難しいです。ちょっと難しいですね。頑張ってください、はい、そこは後日プライベートで、そうですね、ぜひ行ってください。行きたいなと思ってます。はい、というわけで、神戸でお待ちしております、はい。いやもう目の前でね、楽しみと、まあ、あと不安もあるんですよね、やっぱドキドキと。まあまあまあ、まあ、でやる前は全然なんかすごい不安ですけど、イベントとかそういうのね、いざやるとなるとすごい楽しいですもんね。 BMO が繋がったわけですけども、はい、今回あるでしょ、当日受付をやるっていう、ね、話が、ね、スタンダードでやるし、どっちも当日受付を行いますので、はい、事前予約できなかったとか、まあ、急になんか来れるようになったけど予約してないけど出れるかなみたいな人も、
ガンガン来てもらえればね、まあ、そうやね、基本的に今当日ですけど出れるはずなんで、うん、店員に達することはおそらくないと思ってるので、はい、既読そうです。来て優勝してプレイヤーサポートを受けてくださいと。おお、そうやね、プレイヤーサポート受けて、はい、うん、そう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 、向こう1年楽しんでくださいと。そうです、で、まあ、全然初心者だし、ちょっとそういうの勝てねえなと思ってる方もビギナーサポートがあるんで、おお、そう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 、プレイマットをねぜひ持って帰っていただければと。なんか気合入ってやっぱ眠たいな。これは眠たいな。最後の力を振り絞って振り絞ったやつやな。出し切ったもうもみ殻やねん君。はい、まあ、そんな感じで本当に当日受付もやってるんで、ぜひぜひ集まっていただければなと。そうやね、はい、うん、まあ楽しいイベントになることはおそらく確定だと思うんですけどね、まあ、はい、まあ、台風とかがちょっと直撃するみたいな話が先週半ばぐらいに出てきたけども、うん、そうですね、なんか今日の状況を進めてるとちょっと大丈夫そうやね。まあずれてく、そのままなんか綺麗にずれてくれればそれてってのね、ちょっとずつ いつも通りなんか西の方に行ってる感じですね、うん、ね、バキューム沖縄っていうところがありますから、吸い取ってくれるんでしょう、はい、沖縄の方は大変だと思いますけども、はい、まあその台風が早く消えてくれることを祈って ね、はい、皆さん BMO に来れますようにと思ってくれていただければと、うん、キャラクターボード作りなさい、はい、君じゃあ、うん、雑やったね、申し訳ない、はい、はい、ほんまに眠いやろ。いや今なんかちょっとしょうもないこと言おうとしちゃったんで、おお、じゃあやめとこ、はい、じゃあやめとこ、はい、Bグウェブマンって実はてるてる坊主向きな感じで、確かにこれで作ってつぶやいてくれた方になんかサービスとかする。あ、そうです、しないね。しないですか。しないね。まあ、はい、まあ、そんなのはいいですよ、はい、もうなんか久々な感じやな、このふわふわした回。そうです、ね、君がほんまにふわふわしてるな今日は。うん、面白いけども大丈夫、これ僕だってあれやで、 B モードだとそのままプロツアー行くよ。お、じゃあ大丈夫です、もう情報出たから言うけど、だいないんやで来週。大丈夫、やっていける。まあまあ岩城さんがいなくても残とか、僕残とか残とかちょっと不安になってきました。不安になった。今のね、謎の髪型不安になるけども、はい、まあそんな不安を胸に抱きつつ BMO の会社でお会いしましょう。はい、また来週、また週末ですね。